から何まで裏がある、抜け裏、路地裏、裏の裏、ピンからキリまで裏表、かわいいあの子の足の裏、ちょいといけます、いただけますな。しばらくごきげんよう、何より元気でお達者で、てなこと言いつつじろり見る、太っているのはさては闇、ちょいといけます、いただけますな。車が混むのは当たり前、押されて揉まれて目が回る、やっと気がつき降りたらば、違ったネクタイ締めていた、ちょいといけます、はいただけますな。泣かしてくれるな赤ん坊、お乳が何より足りません、お前のおもりが足りないぞ、それより稼ぎがなお足りない、ちょいといけます、いただけますな。
てるっていうのはお前さんちのヤンゴじゃなかったの？それがね、会長さん、つけたばっかりなんで、ついそのおかげさまで店が開けられます。どうも、いろいろお世話さんになりますけど。はいはいはい。ちょっとおめえ頼まれてもらいたいんだから、ね、ちょっと来てくれ、来てくれ。なんかごめん、実はね、今日昼過ぎ一斉取り締まりっていうのが入ったんだが、俺んとこにしかしかのまずいものがあるんだ。それをお前さんよそへ運んでもらいてんだがな。でも俺たち客の顔が知られてな、そこ行くよ。お前さんは新顔だからさ。それにね、今度来たおまわりと来たらすっかたぎのコツコツで、いや、しますよ、おいねんだよ。いざや諸君勇気を振るい、待望生活私欲を捨てて、明日ある国家を胸に描く、これこそ日本再建唯一の根源と。はい、終わり。ち、つまんねえの。本日午後3時から一斉取り締まりをするという所長命令です。いよいよやるね。大いにやらなくちゃいかんよ。命令は受領したね。取り調べにあたってはくれぐれも言葉遣いに気をつけるようにと、特に所長殿からのご指示だ。なに、3時から一斉取り締まりなんて、奴らの取り締まりなんていい加減なもんですよ。闇や闇やと目の敵にするな。その闇やから食わせてもらってるのは俺ってじゃありやせんか。誰も引っ込んで闇やになってるんじゃありやせんや。ねえ、コートも死なずには食えねえからってさ。ねえ、てめえが悪い政治をしておきながら闇やがどうのこうの。ねえ、ちゃんとやろうかしや。だいたいさっきみたいなあんなバカバカしい歌を歌って、あれで少しでも闇がどうとかなると考えるのがこいつがよくねえ証拠でさ。それにあの、さっき歌を歌った人さんの声聞き合ったからね。いい年をしてさ、女房子供があろうってんのに全く、全くいいお前さんをしててさ。すいません、どうも。どうも、すいません、どうも。あ、これは何ですか？あ、待て、いいことない。いくらだ？だって。いくらだって言うんだよ、法廷で。法廷なら、確か70円。70円。よし。
あ、もしもし。はなはだ失礼ですが、今一斉取締りを実施中でございますから、ちょっとそのお荷物を調べさせていただきます。中身は何ですか？それがそのたぬき、たぬきなんです。たぬき。まあ見せていただきましょう。それがその蓋を開けると食いつきますんで。まあまあいいから開けてください。それがそのね、このカチカチ山以来ひどくこの気が荒くなっております。何でもいいから開けなさい。じゃあ蓋を取るからな。おとなしくしてるんだよな、タヌちゃんや。さあ早く。たな、食いつかれそうで怖くていけねえんで、すいませんが旦那が開けてくださいな。いや、あんた開けなさい。そうですか。じゃあ開けますけどね。この野郎、バカに言うことがあってこんなふうにバカやがん。知人にあたって貸したこう思った。ねえ、バケてるな貴様じゃないか。さっきの男だってことはちゃんと分かってるんだよ。ちょっと来たまえ。どうすんやね。
戦地から帰ってきて、ずいぶんあちこち探したんですよ。かれこれ、15年ぶりぐらいかしら。さあ、と、僕が中学3年の時にうちを飛び出して、あれから、16年ぐらいですよね。子供はいるんですか？ええ、一人。翔太。なんだ、父ちゃんか。お前、どうしてみんなと一緒に遊ばないんだ？僕を入れてくれないんだもん。どうして？僕、野球の道具持ってないから、ダメだって。グローブだってバットだって校庭で売ってないでしょ。僕、やむのもの買ってもらえないんだって言ったら、チェッ、貧乏だなって。よしよし、子供がそんなこと心配するもんじゃない。お父ちゃんが今度バット作ってやるからな。え、本当？お父ちゃん本当？うん、本当だと思う。本家の若旦那。おお、あの小野新さん。ええ。ああ。なんだな、ちょっと顔が思い出せないな。そう？ええ。小野新さん、あなただ。翔助さん。この人。ああ。外で出さない方がいいぞ。あなた、あなた、珍しい人が来てんのよ。あ、勤務中だ。声をかけちゃいかん。ああいう性分の人なんです。ただもうお勤め一歩、こちこちの方人です。それもいいけどね、うちのこととか後々のこと、そういう私事には一切構わないんですからね。大抵じゃないわよ、金ちゃん。驚いたでしょ、ここのうちはあんまり汚いんで。昔はご本家といや、大したもんでしたがね。お人よしと言おうか、馬鹿正直と言おうか、今時あんな人ってありませんよ。そりゃ、とんだ災難でしたね。お国は？はい。あ、北のロスロで、すすじのすすろと申さす。ああ、それは大変遠いんだね。東京はすりが多いからね。何しろ一文なしじゃお困りだろう。はい。じゃあね、電報代を貸してあげるから、お金を送ってもらったら。でも、ああ金が来るまで10日もかかりやすね。その間の家賃が重み合って。それもそうですな。お願いですから、下痢の客にお尋ねがんす。助けると思って。ほら、東京はこれこじゃんす。住んでもこれこじゃねえす。俺
らばしいこんなすべめにあって、どうもこんなんです。いや、もう泣かんでもいい、泣かんでもいい。じゃあね、よろしい。じゃあ私がね、汽車賃を立て替えてあげよう。ね。巡査なんかやってる以上、かわいそうな人や気の毒な人に会うのは当たり前でしょ。それにいちいち同情して身銭を切っていたんじゃ、月給が何万あったって足りっこないじゃないの。そうでしょ、うん、まして平巡査の月給なんてもな、そりゃ安いもんなのよ。あのね、同じ警官でもね、中には要領よく方々からのお使い物で裕福に暮らしている人もあるらしいのよ。そうですってね。あの人はまたそういうことにかけては気がいじめてるほど潔癖なのよ。でもちろんね、私だってそういうことをしてまで楽をしたいとは思わないわ。けど苦しい時に目の前に置かれると、ああ浅ましいなと思いながらも、つい喉から手が出るほど欲しくなることもあるわ。姉さん、いかねそれは絶対にそれはいかねねえ、兄さんは今時それは宝物のような珍しい言い方ですよ。世の中に兄さんみたいな人がいてくれなくちゃいけませんよ。僕たちみたいな奴らばっかりだったら、世の中生きてるのはやりきれなくなりますわ。そうかしら。そうですとも。ねえ姉さん、御所ですから兄さんが気持ちよく悪い奴は悪いときっぱり決めつけられるようにしておいてください。それにはこの暮らし向きの辛いこというのは一番いけませんよ。この男が悪い道に落ち込んでいくのは、大抵がこのかかあの口がきっかけですよ。まあ。ですから、お言わずながら僕も一肌脱ぎますよ。早速ですが、姉さん。米ありますか。18日も遅配で、闇の米は買っちゃいけないと言われて、あるわけがないじゃないの。ねえ。うん。金ちゃん、あんた一体何をしてんの今。闇や。まあ嫌だ。これからちょいちょい運んできますからね。でも金ちゃん。いえ、いいんですよ。兄さんにうちのことまで心配させたくないからですよ。巡査って誘惑も多いんですってね。そうなの。いやだからさ、兄さんにはどこどこまでも楽しい人になっててもらいたいんですよ。でも、もしうちの人に知れたら。ねえ、もちろん、このことは絶対に秘密にしておきましょう。ね。坊や、お父ちゃんにいいんじゃないよ。うん。いや、僕もね、このことはかかわにも言いませんよ。あら、金ちゃん。奥さんあんの？よくできたやつでしてね。私が3年戦地に行ってる間、料理屋に女中奉公してね、うん、ちゃんと待っててくれたんですよ。へえ。その上ね、この小金を貯め込んでてくれたんでね、うん、私も勝ち屋辞めてやっと一軒店を持つことができたんですよ。そうなの、よかったね。それってとね、やろう、まともに起きやがってね、200円とおまけに旅行証明書までくりやがってんだ。旅行証明書、うん、そいつがまた仲間のものに150円で売れたってわけさ。5年が行ってるわね。ちょいとの間に350円。ねえ、それじゃタバコぐらいごちそうしてもいいでしょう。すいません。でもおまわりさんって月給が安いんでしょ。かわいそうや、あんまりそんなことなすっちゃ。ねえ。何いいんだってばさ、あいつにはそのくらいのことしたって。
まあそうか、方々からいろんなものもらうから月給なんてどうでもいいってわけなのね。そうじゃねえんだよ、あいつはまたコチコチの石地蔵としてやから、もう始末が悪いんだ、うん、自分で後ろ向かないことはねえんだから、もう思うぞぶっこちはたきゃ。そうそうさ、一平屋のやるに俺砂かましてやると思ってたんだが、今日は胸がスーッとしちゃって。あんなやつってあやしなやつだよ。そうなんだよ。どんな感じなのっかい。なきにいくら知らねえ。確かに。はい、遅かったわね、どこ行ってたの。どうもこもあらいねえよ、一日中おまるに追いかけまされて。あら危なかったわね。だからあんまり人に頼まれて変なもの運ばない方がいいのよ。俺は何も運べへんのよ。あら、だって昼間山村さんに頼まれて田んぼがどうのこうのって。そうそう、問題それだ。まあ、それでひでめねえって言った。だから断りゃいいのさ。そうはいかないよ、こうやって店を出すにはああいう人たちのご検討とかなくちゃ。いやね、まったく、まったく嫌な世の中だな。金さえありゃこんなおめえ。姉ちゃん姉ちゃん。はい。いやな逆よ、あの人たちも例の仲間よきっと。はい、すいません。バカにしんみり話したね。いいのが来たんだろ、邪魔なら帰るよ。おやおや、そんなのがあればこんなことしてませんわよ。今まで待ちし帰りてが晴れて嬉しい友がせいってんだろ。あら、こちらお上手ね。まったく惚れ惚れするわ。お、じゃあ惚れるか、おい。惚れましょうか。いや、ありがとや。お前さん。なんだよ、おい。これか。何今の。あら、嫌だ、あんなの。あれはね、新米のコックよ。そうだろう。あれじゃ何分なんでおめえ、おてるちゃんかわいそうだ。当たり前よ。そうよ、背がチンチクリンで口がバカでかくて目玉がギョロッとしてさ。あんながどんなら捨てちまえ。よし、ゴミため捨てちゃおうか。うわ、そばいけそばいけ。ところで、そんな。俺はあんなんだよ、チンチクリンですよ。口がバカであって目玉がギョロッとしてすいませんでしたね。あんなこと気にしないでよ。こんな俺が気にしないでだって、お客に調子を合わせなくちゃ。客が大事か、それとも店主が大事か。あんたが大事だからこそお客を大事にするんじゃないの。いくら大事にするったって何も手に握ったりひっついたりはっついたり異性的な設置だ。私が好き好んであんなことしてると思うの。あんまりよそいじゃ開店早々のことだし、あの連中に睨まれたら商売がしにくいからと思って、それで嫌なの我慢して上司合わせてるんじゃないの。それなのにあんたさ、あんまりよ、あんまりよ。ごめんよ。ねえ、ごめんよ。ねえ、堪忍してよ。ね。ごめんよ。しかしな、金さえ
やりゃお前にこんな苦労かけたりこんな嫌な商売しないでも済むんだがな。そんなこと言ってないで二人で一生懸命稼ぎましょうよ、うん、ね、あらあ食い逃げされちゃったい。あ、もしもし。お、あんたさっきの。あ、牛肉あんな安月給のくせにさ、どうせただもらってきたんだよ。ならまだいい方さ、肉屋を脅かして工程で買ってそれを闇で売ってるってのもあるってよ。え、あ、翔太、うん、たくさん食べるんだよ。お父さんご褒美いただいたんだからな。ご褒美ご褒美ってあんた一体いくらいただいたの。さあちょっと取ってくれ。警棒はいつものところかけてきましたよ。ないじゃないか。よく見とかなきゃダメじゃないか。え、要するにお前の精神が警察官の妻としてできてない証拠だぞ。かかってませんか。ないよ。確かにかけておいたんだけど。あ、もしかしたら坊やかもしれませんよ。翔太。
に泣くと、あのおまわりさんが目をしますよ。ほら、あのおまわりさんの怖い顔。病んでるでしょ。いい子だからお黙り。ほら、見てごらん。怖いよ。やりきれんね。あ、君、タバコを持ってる。あ、いる一本も。やだ、巡査なんて引き合わない商売ですな。列車の指定取締に当交番からも1名応援出すようにとの命令です。死に似ず君くらいの太っ腹の男はちょっと今の正解にも見当たりませんよ。いや先生、恐れ入ります。いやもう全く。社長、ちょっと。ちょっと失礼します。そう、どうぞ。お相手をして。先生、うん、ごゆっくりなすってお会いらしいんでしょ。そうね。さあどうぞ。いやこれはお見事だね。3時に着く列車を途中で捕まえて一斉取り調べをやるという情報が入りまして、うちの者はどれぐらい乗ってるんです。30人ほどです。何しろ例の福島の面部ですさかい。じゃあすぐ電話で連絡を取って途中で降ろしてしまいなさい。そうでな、今からですと至急法で呼び出しても間に合わんかどうか。
バカだね、君は。警察電話なり、鉄道電話なり、新聞社の電話なり、適当な処置を出なさい、処置を。いや、そうだろう。いや、若い者はダメだよ。その点、年寄りは親切だからね。あら、そうかしら。あら、失礼しちゃうわね。もう少し中入ってくれませんかね。もう減るねよ。赤ん坊はいるんですかね。うるせえよ、どうしたぞ。戦争で死んでしまって子供が2人ありますんです。お米がないんで子供たちが痩せてしまって、あんまりかわいそうなんで田舎の親戚から3両ばかりもらってきましたんです。
工場が生産増強で皆さんが頑張ってらっしゃるのにこんなことで工場を休んで本当にすまないと思うんですけど、やっぱり子供の顔を見ますと。よろしい、白米所持せず。あ、ほとんどなさい。しっかり働くんですよ。ご飯見たないか。お、大将殿でありましたか。久しぶりだったの。いつも君のことを思い出しとったよ。どうしとるか心配でろ。でもご健在で何より結構。時にお目を少々持っとるんじゃが、なんとかならんかね。二升いないなら結構であります。それがもう少しあるんだよ。家内が病気しとるし、子供も大勢おるし、わしも苦しいんじゃよ。お察し申し上げますが、規則ですから。そうなんだか、君。ただいま産気づいた女があるんですが、どう扱ったもんでしょうか。いや、ちょっと失礼します。痛むか。え、苦しいかな。ああ、こればっかりは男には分からないんでね。うん、出そうか。ああ、困ったな。どう、丹波さんすぐそこにありますよ。あ、そう。あ、それじゃ行こう。あ、これ持ってあげるから。怪しいものがこの中へ入った形跡がありますんで、うん、ちょっと中を見せていただきたいと思います。七に青める日、ツバメが銀座に飛ぶ日、彼を待つ心、かわいいガラス窓、かすむは春の青空か、あの屋根は輝く青色高か、春谷さん。
金ちゃんのおかげで本当に助かるわ。あんたがいなきゃここのうちとっくの昔に日干しになってるわ。なかったないですよ。でもね、このことはくれぐれも兄さんには内緒ですよ。もちろんよ。じゃなんだ。お前なんてことして遊んでるんだよ。え、もうお前いくら遊びたからってこんな犯人の前なんかするやつあるかい。お前は警官の子なんだよ。喧嘩なんてやるら何のざまだい。片手を知ってシャレだよ。覚えてきゃあれ。確かな証拠でもあるのかね。何がやるんだよ。悔しかったらな、大野ビルの周りでもほっつかれてみろ。長いんだけどな、かかわの宮に人面の腰巻きの一枚入れよね。ひどいかもしれねえよ。あの市場は足がもらいましたね。いざありませんな。へっ、それはもう一切お任せしたんですから。へっ、よろしい。では今晩カボスの日の会をやりましょう。へっ、田代君。へっ、市場の連中を全部招待してくれたわい。市場の連中ですな。うん、へっ、よろしい。僕はこれから柿本先生のとこ行って昨日の繊維製品の指令書もらってくるから。あ、さよか。さあどうも。野村さん、小原君、逮捕条件の
証拠固めがちょっと心細いようでね。いや、この人に今夜大野の宴会で首実験をさせればもう絶対にその違反者を指名できるってそう言ってるんです、うん、そうできれば後々当社としても手ひどい抗議を受けずに済むというんだからね。所長殿、今夜こそ絶好の機会だと思いますが。さあ、それがだね、酔いが覚めてもその元気は続くかな。おい君、大丈夫だね。こんなことを言い出したらね、やります、やりますと。所長殿、ぜひ結婚してください。ああ、よろしました。あ、わかりました。緊急警備であります。目的場所は？イメージなしです。あるいは訓練じゃないですか。素人だから何にも知る目がな、まあ、この世界じゃ理屈や法律じゃ全然問題にならねえんだよな。だから俺の言う通りあっさり大野さんの杯をもらってきねえな。金ちゃんいたろ、うん、さすがの山村の親分さえ、とうとう大野さんには兜を脱いであの通り身内になってしまってるじゃねえか。今時おめえたった一人で商売やっていこうなんてとんでもねえことだよ。おかれ助なかれ、おめえ闇のものを扱うからにゃ大野さんのような勢力家の下についていなけりゃ危なくてしょうがねえよ。ああ、何しろ大野さんときたら一流の政治家だってアホで使うんだからな。警察なんか指一本だって支えすっこねえんだから。うん、ここにあるが、これから指名する者は本署まで来てもらいたい。あ、君たって君も立って。君も。それ警察、立つな。全部警察。
ますから急いでやってくれ。はいはい、いくらでも急ぎますよ。ああ、先ほどからお待ちしてました。さあ、どうぞ。何、倉庫にある繊維製品の点検に来たって？それは大丈夫だ。指令書をちゃんといただいてあるから。うん、警察の方行ってる連中はすぐ弁護士をやるからな。うん、ああ、そうか。それは大敵だった。それをちょっと心配したよ。いや、ありがとう。何か事件か？いや、大したことありません。秘書殿、申し訳ありません。大失態をやりましたよ。どさくさ紛れに証人を逃がしてしまいました。そうか。しかしあの男は酒が冷めたら怖がって証人を裏返しそうな男だったからな。だがこいつはこっちの黒星だな。近所の警察持ってかれちゃったよ。え、警察？金ちゃんを引っくくったやつってのが、ほら、金ちゃんがしょっちゅう米屋なんか運んでやってるうちの亭主野郎じゃねえか。まあ、そうですか。恩人だ恩人だって言ってた人がおまわりさんだったんですね。そうだよ、おまわりなんだよ。昔は俺の部下でね。じゃあそのうちご存知ですね。うん。こんばんは。どなた様で？いくらこちら様がうちの人の恩人か存じませんが、あんなに一生懸命危ない目をしていろんなものを運んで差し上げてるのに、何も低くって警察に連れてくことはないでしょ。 あなたは一体どなた様で？私、小原金次郎の妻でございます。ああ、金ちゃんの。まあ、金ちゃん、とにかくお上がりくださいませ。ここではご近所が何ですから、どうぞ。さあ、どうぞ、どうぞお座りくださいませ。わあ、あなたが金ちゃんの。金ちゃん、金ちゃんってまるでうちの人を召し使うみたいに。ああ、どうもすいません。もうつい小さい時からの癖が出まして。小さい時って、あなたは？あの、姉でございます。姉って、あの、 お姉さんですか？ええはい。で、金次郎が警察へ引っ張られたとか。ええ、お宅の旦那様に連れてかれちゃったんですよ。まあ、うちの人が。なんてこと。とにかく私と一緒に行きましょう。警察へ一緒に行きましょう。何しに来たんだ？今日、キラクから引いてきた人の中の小原金次郎という方に会わせてください。何者だ、そりゃ。私の夫です。え？これ、どなただ？私の妹です。私の弟、小原金次郎の妻ですもの。立派な妹じゃありませんか。え？あの金ちゃんが、ここに？え？人権蹂躙とは、ほんまにこのこっちゃ。即時釈放を要求します。肝心の証人をさらわれたんだから、まさしくこっちの負けですよ。まあ、とにかく負けを認めてるんだから、そうプンプンせんでもいいじゃないですか。いや、ともかくこの所長なかなかくせ者ですわ。小原金次郎っていうと確かにあの分家の金ちゃんに違いないのか？え、道理で見た顔だと思ったよ。お前どうしてそれ知ってるんだ？ねえ、あなた、怒らないで聞いてください。実は
あの金ちゃんからずっとお米や何かもらっていたんです。そんなバカな、まさかお前が。すいません。小原金次郎を連れてまいりましたが。バカな野郎さ。病気にもいい加減飽きてきた頃と思うが、そろそろ出てこんか。なおはら、これは所長として言ってるんじゃないんだぜ。練習場以来の友人として僕は君に頼むんだ。俺にはもうあの感服を着る資格はないんだよ。君以外なら一体誰にあるんだと言いたいところなんだが、とにかく今度の大野の手入れは失敗だったよ。こいつだけは確かだと思った例の繊維品の方も監督官庁の指令書っていう手でスルーと逃げられてしまったし。なあほら、悪いことがああやって堂々と合法的なお面をかぶって行われているうちは、到底この国の経済は立ち直らんよ。俺は何度失敗してもこいつだけはあくまで食い下がるつもりだ。今君に辞められると困るんだな。そい出てきてくれんか。日頃一生懸命になって取り締まっていた闇屋にこっそり食わしてもらっていったという事実、この事実だけでも自分で言う自分が許せないよ。兄さんのうちを助けてあげたのがなぜいけないの？闇ってたってあんなことぐらい世間の人が誰でもみんなやってることじゃないの。だからな、おとる、俺は兄さんの一生を台無しにしまったんだね。兄さんが少し大げさに考えすぎるんだよ。世の中は悪いんだよ。ああ金が欲しいな。500円ぐらいなら私のとこにあるわよ。そんな明日なんて世の中の悪を向こうに回せるけ。俺が欲しいのは500万円、せめて300万円。あんだったら私にできないことばっかり言っていじめんのね。あの子の親父さん、これになったんだってね。これからどうして暮らすつもりだろう。そうね。そういえばちょっと、近頃うちのご飯がちょくちょく減るんだけど、あの子の仕業じゃないかしら。そうね。俺は敗北者だ。だから敗北者らしくもう、世の中から姿消しちまおう。田舎へ帰って百姓するんだ。わずかばかりの山林だけど、開墾すればまあ親子三人の
路面ぐらいはどうにかつなげるだろうよ。だってあなた、あの山と来たら石ころばかりで草もろくに生えない荒れ地じゃありませんか。あなたったら相変わらず夢のようなことばかり。泣くな泣くなよ。小原さん、先方。山から石炭が出た。買い手たくさんあり。1000000にて買い足し。おい、綾子。一の下にね、丸が七つで、これはいくらだろうな。100000万。あなた10万円よ。あんな山がお前10万円に売れてたまるもんかい。1万円の間違いだろ。だってあなた、100万円じゃないかしら。慌てるな。あなたこそ慌てないで。だってほら、1100000万10。みんなにさ、国の山が売れたんですってね。ちょっとこれ見てくれよ。はい、どうぞ。1100。おお、1000円だ、1000円だ。何言ってんの、違うわよ。1100000万10万だ。いい、そうじゃないんですよ。1100000万10万100万。いい、もう重いからいいですよ。